ポンです。いやいや、ちょっと待ってよ。佐々木クリスチャンネルでしょう。あれ、そうなんですか。そうですよ。いやー、びっくり。どうしたんですか。いや、今日は実はなんと、はい、深掘りレビューを、お、やってくれるんですね。やります、はい、頑張ります。じゃあここからはメンフィスグリズリーズとシャーロット・ホーネッツの一戦を、はい、NBA 楽天さんの映像協力、はい、ビッグ感謝で、ビッグ感謝スイポンがお送りします。頑張ります。 Let's go。 今日はなんとですね、これクリスさんのポストイットを頂戴しました。じゃじゃーん。じゃあ早速解説をしていきたいと思います。イエーイ。緊張する。はい、ではまず1クォーター目に私が気になった点について解説をしていきたいと思います。まずはこちらです。じゃじゃーん。ボールプッシュ。まあ簡潔に言うと1ピリオドは結構大差がついちゃったんですけど、まあそれの要因となった点としてボールプッシュが挙げられるかなって私は思います。まあその中で私が注目したのはデズモンド・ウェインさんなんですけど、もう本当に走る肉弾列車じゃないんですけど、もう走る筋肉の塊みたいな感じの人がエースにパスをするんですけど、その時のパスが相手を引きつけてパスしたのが私は印象的でした。はい、では実際にデズモンド・ベインさんのプレーを見ていきたいと思います。ちなみにこの22番の選手です。ここでもつり合ってチームメイトからボールが渡って、ここですね、ボールプッシュ。ここがまた早いんですよね。このショットクロックを見てもらうと4秒3秒でフロントコートまで行ってるんですよ。このスピード感って多分半端じゃないと思います。でここなんですけど、多分見てる皆さんもこの22番の方が何をするかって思った時に、まあゴールに向かってないって思うじゃないですか。でもちろんそのディフェンスも同じことを思ってるんですよ。だから5人引きつけてるわけですね。10個の目玉集めてる状態ですね。でそこからここにモラントさんが走ってるんですね。ここによく見たら、でここがすごくゴールと選手を結んだ間に何もない状態でディフェンスはみんなこっちを見てます。でここからこのパスですね。もちろんこのモラントさんのクラッチもすごいんですけど、ディフェンスの目を、全員の目を引きつけて、さらにモラントさんをとゴールの間に何もないということが見えてるっていうのがすごいいいボールプッシュだなと思って、このボールプッシュの私の一押しプレーです。入った。そして次に気になった点はこちらです。じゃん。モラントさんのペイントアタック。まあこの1ピリは特にすごくて、モラントさんはそのペイントアタックが NBA のトップの成績なんです。なんとこちら、じゃーん。あ、めっちゃぐちゃぐちゃってしてあるけど、これは気にしないでください。モラントさん、まあガードなんですけど、ガードって、まあ、皆さんのイメージだとボールを運ぶっていうイメージだと思うんですけども、なんとそのガードなのにそのペイントアタックのポイントが 16.3 ポイントっていう NBA トップの成績となっております。まあ、その結果として前半がチームの良さとして発揮されたんじゃないかなと私は思います。次、こっち、このこういう並べ方で大丈夫です。こういう縦のいいんじゃないですか。スミポンテイストで、スミポンテイストで。そしてまあ大差がついたって言った要因としても、まあそのモラントさんのフェイントアタック、そして周りのスリーポイントが良かったっていうのもあるんですけど、まあ、シャーロットの、そのチームのスリーポイントの確率ですね。これは11分の0です。なんか私が試合を拝見した感じ、ノーマーク、まあオープンショット、オープンショットで打ててたのもあったんですけど、まあタフショットもあったけどみたいな、私が見た感じ半々だったんですね。でもその11分の0っていう数字に私はびっくりしてます。この3つの要因があって、ゲームの始まりの1クォーターで36対15っていう点差がついてしまった要因がこの3つだと私は思っています。じゃあ次、2クォーターの説明もしていきたいと思います。解説ですね。そう、私は解説者と思わないと。じゃあ2クォーターが終わって、
なんとフィールドゴールパーセンテージがじゃん51分の14、 27.、 これは 27.5% ですね。まあ、この時メンフィスが 52% ぐらいの、およそ倍、1/2、さっきも36対15って言ったんですけど、そういう流れで進んでしまったところはあるかなと思います。まあ、このゲーム見てて、あ、なんかこのまま行くんじゃないかなっていう不安が見つつありました。まあこれは次の解説のお楽しみなんですけど、2クォーター目もその流れで行ったって言うんですけど、ペイントアタックのポイントがこんな感じです。シャロットとメンフィスで42対20、このね差はね大きいです。やっぱりバスケってペイントアタックで点数を取っていくスポーツだと私は思っているので、特に簡単なシュート、あれですね、なんだっけ、質と量、質と量、バスケに大事なのが質と量って教わったので、で、その質と量でそのペイントアタックのポイントがこんなに差ついてしまったのも、その2クォーター目がその1クォーター目の流れで行ってしまった原因の一つかなと思います。はい、はい、ちなみにメンフィスはそうシーズンで平均のペイントアタックのポイントがこちら 57.3%、 これは本当にすごい数字だと思います。これはトップなんですかね、3万人、パーセントじゃないんだ、平均得点、得点、え、得点ってやばいですね、やばいですね、直してください、はい、直します。先生よし、切り直してお願いします。はいはい、ちなみにメンフィスはシーズンのペイントアタックのポイントが平均 57.3 得点、これ本当にすごいと思うんですよ。なんかクリスさんが110点がそのラインって言ってたんですけど、そのラインの半分以上をペイントアタックのポイントで取れてるっていうのが本当にすごいチームだなと私は感動しました。でこっからそのやっぱりハーフタイムってもうバスケにおいて結構大事な時間じゃないですか。なんか前半うまくいかないとかなった時も立て直せる時間があって、なんと メンフィスがそう10分のとこで3連続ターンオーバーをしました。これすごいキーワードだと思います。でここで6連続得点を許しちゃったんですね。じゃじゃん、まあ、メンフィスが10分で3連続ターンオーバーをしたんですけど、まあ、前半すごい勢いに乗ってたモラントさんから始まったターンオーバーでダンクで、それの次はフリースローで、その次はレイアップで6連続得点を許してしまったわけですね。ここで一気に流れが変わったんじゃないかなって私は思って、しかもこの後にすかさずタイムアウトを取ったんですね。だからやっぱり相手もこれはまずいと思ってタイムアウトを取ったじゃないかなと私は思います。じゃあ次、まあ、シャーロットのファーストブレイクポイントですねが11対4、この3クォーター目のポイントが11対4で、やっぱり短い時間でその攻め切る得点を稼ぐっていうのはバスケの上で時間もすごい大事だと思うんで、ここで11対4っていうシャーロットが取れたのはすごいことだと思います。ちなみにシャーロットの1試合平均のファーストブレイクポイントをお伝えすると 16.2 点なんですよ。ああ、え、じゃあめちゃめちゃ低いってことですか。あ、いや、シャーロットが11点3クォーターだけで取ったので、そういう全体通してっていうことですね。そうですね。これ声そのまま入れてもらって、これ声そのまま入れてもらって。はい。どうですか。まあどんなチームでも一つのクォーターでファーストブレイク11点ってどんな印象ですか。ファーストブレイク11点はかなり痛いです。痛いですか。敵側からしたら、なんか普通に取られる11点よりもその短い時間で取られるファーストブレイクっていうのは、やっぱり時間で一気に追い上げられる、勢いも出ますね、うん、でここですかさず取りましたよね、タイムアウト。それで
まあモラントさんが残り2分13秒でアクシデントがありまして、これカメラマンさんにぶつかっちゃったんですね。ゴール下になんか死角から出てて、そこに足乗っけちゃってアクシデントでちょっと退場じゃないけど一回引っ込んでしまったんですね。それではじゃあ4クォーターに入っていきます。86点目ラメロがディープスリーを決めました。まあ、このラメロさんが決めたことによってこの試合の最大の点差が35点だったんですけど、シャーロットがまず勢いづいていきましたね。4クォーターの8分13秒でそのメンフィスもこれはまずいということでモラントを戻してきました。はい、先ほど話したカメラマンさんにぶつかって1回アウトしてしまったモラントさんが帰ってきたんですけど、本当に良かったですね。それでは次のキーワード、まあ、ラメロさんも勢いづいてるんですけど、さらに面白いなって面白くしてくれた選手がいるんですよ。まあ、その選手がハレルさんです。なんと4連続フリースローを獲得しました。まあ、これはポストアップによる得点なんですけど、その後にその対策かわからないですけど、ディフェンスを変える戦略にメンフィスさんがしてましたね。それぐらいそうメンフィスもハレルさんに苦労してたんじゃないかなと思います。その直前なんですけど、この4連続フリースローが起こる前にそうトラッシュトークが起こってたんですね。まあ、そこがすごい面白くて、まあ、JJJ さんとトラッシュトークをしてそことマッチアップしてたんですね。でトラッシュトークが終わった後にそこにチームメイトがボールを集める、言えば心理戦、ここでバチバチしてるからトラッシュトークによって盛り上がってるからファールを誘いやすいっていうのが多分チームメイト全員が分かってて、そこで攻めさせたのがすごく面白いなって私は思いました。はい、ここでまあハレルさんが4連続フリースローをしてもうチームが勢いづいていたんですけど、まあ、ここでなんとモラントさんがよいしょペイントアタックで4点を返すんです。このゲーム本当に面白くて、ここからすごいこういう点の取り合いになってて、すごいハラハラしました。多分シャーロット側もこんなゲームにはなると思わなかった。前半を見てたら私もえこれ大丈夫っていう36対15っていう始まり方で、2ピリもその続き方だ、大丈夫かなって思ってたんですけど、どんどんゲームが得点の取り合いになってすごい面白い場面になっていくんですけど、さらにここで一番盛り上がるとこがあって、これ一番って言っていいんですかね、自分が一番だと思う、私は一番だと思う、盛り上がり的には一番だと思うんですけど、言ってくださいよ自信持って大丈夫私的にはすごいブワーってここで雰囲気も全部変わったなっていうのが、あハレルさんのエンドワンなんです。じゃーん、はい、まずこの選手がハレルさんです。まずここのね、まあ、ピックをかけます。でここからすごいナイスパスなんですけど、やっぱズレを作ってここですね、ディフェンスが2人飛んでる、その上から決めちゃうんですよ。で周りもこの会場のすごい盛り上がり、もうね俺がやったったぜっていう感じのリアクションをしてますね。もう一つ注目してほしいところがあって、この選手ですね、ボールマンの選手です。この方見ててください。ここでスクリーンをかかるじゃないですか。でその次のここですね、ここで一回シュートヘッジを入れてるんです。でこの15番も足が止まってる、引きつけてますね。これは絶対シュートだと思って警戒してます。これが起こることによってこのハレルさんへのパスが通りやすくなるんですね。もう完全に寄っちゃってるんで、シュートが来ると思って狙っちゃって、もうここがゴールと選手の間がもうガラ空きですね。こう走ることによってここのボールマンの選手の技術もあって、この盛り上がりですね、シュートにつながったのが、やっぱりバスケって奥が深いなって思ったとこですね。まあそこですごいゲームがこう競って盛り上がってっていう場面であったんですけど、私的にこの1本がシュートを決めたなっていう
シーンがあって、残り 51.5 秒ですね。ここでまだ6点差です。でここで1本決めれば、3を決めれば残り3点差なので、全然逆転の可能性はあるシーンではあります。今ラメロさんがボールを持ってます。でここからやっぱ調子が、ディープスリーとかもすごく調子が良かったんで、ここで攻めたいのかなっていう感じは。でここでもハリルさんがここでも勝負仕掛けてるけど、やっぱマークが厳しいんで、ここを決められたらいけないと思って、で寄ってここでキックアウトで、ここで一回パスしますね。回ったんですけど、でここでまあ時間なんで、スリーポイントを打ちます。でここは入らず、でここをリバウンド取るんです。リバウンド取って、で、あ、これもう絶対ノーマークやと。ラメロさんがノーマークなんです。で、調子もいいんでね、今日ディープスリーの調子もいいんで、で、相手が飛びます、ここで。ここで外れちゃったんですね。まあ、ここからがまた展開があるんですけど、まあ、ここでそう、ボールの落ちる位置も悪かったっていうこともあるんですけど、ここでファーストブレイクが決まっちゃうんです、レイアップが。それによって123対で8点差、残り 25.6 秒で8点差。これは私的にこの秒数で8点差っていうのはすごく厳しい状況だなっていうのは感じます。まあその要因としてなんですけど、この時にラメロさんが打った時に、みんなこの4人ともですね、ボールを見ちゃってます。ボールウォッチャーって言うんですけど、こうシュートを打ってボールを完全に見ちゃってますね、みんなが。まあ、それでナメロさんはファールを多分狙って転げたっていうのはあるんですけど、まあ、その要因もあって、みんなゴールに向かってボールウォッチャーをしているがゆえに、まあ、跳ね方も悪かったんですけど、セーフティーが一人もいないんですね、この状態でも。相手の選手は前にもう走れる状態が完璧に出来上がってるので、この状態といったらもうそのままレイアップで、こっから後ろから追いつくのは難しいショットだったんで、やっぱりスピードもあったんで、ここで8点差になってしまって、私は残り 25.6 秒8点差で勝負がついたワンプレーではないかなって思います。はい、まあ、先ほどのシーンがあってこの得点になりました。125対118、この点差でメンフィスが勝ちました。これ真ん中によいしょ。はい、ありがとうございました。こっちめちゃった。はい、シンポンどうでした？そうですね、めちゃめちゃ難しかったです。言語化するのが難しくて、でもすごい、そのやっぱり NBA の試合を、中身を、なんかもう表だけを見るんじゃなくて、中身を具体的に本当にこの通り深掘りレビューできるのがすごく楽しかったです。しかも知識になるんで、ここがどうなってどうなのか、この選手がどういう動きをしたからこういう結果になったとか、そう試合の流れとかも教えていただいたりしたんですけど、それもすごく楽しい気持ちで、すごい刺激になりました。まあ、いつもスミポンチャンネルね、こう見てくれてる方も来てくれてると思うんですけど、NBA っていいことをすると結果に現れやすいんですよ。 NBA ってそういう意味でいいことしてるチームがそのまま点数伸ばすんで、分かりやすくもあります。なのでね、ぜひご覧いただきたいなと思うのと、どうでした、注目のラメロは。いやー、もうスリーパシャパシャでしたね。なんか本当にそのチーム全体を活気づけるスター選手だなって感じました。モラントさんも、とりあえず身体能力がすごくて、相手選手も嫌だろうなって思いながら、すごい寄らないと決められちゃうんで、寄らずにはいられない、いられないよね、選手。僕も子供たちにバスケ教える時に、ペイントアタックするのが仕事の半分以上ですよって言ってるので、それをやっぱり NBA の試合でもね、忠実にやってくれるってすごいし、今日は
まあ、周りの支えているプレイヤーたちも大活躍っていうことで、はい、本当に NBA の醍醐味がギュッと詰まってたんじゃないかなと思います。そのチームの強みがすごい出た試合じゃないかなと思います、うん、はい、今回はね、あのスミポンのチャンネルでいろいろ解説、それから感染力アップ講座をやりつつ、はいはい、こちらで深掘りレビュー、チャレンジということでね、はい、チャレンジさせてもらいました、はい、本当に難しい。いやいやいや、クリスさんの偉大さが、あ、多分皆さん本当にやってもらうと分かるんですけど、めっちゃ難しいですこれ見て皆さんやるかどうか分からないけど、いや本当にやってくださいいや本当に理解力とかすごい、 NBA がすごい好きな方がクリスさんのチャンネルは多いと思うので、やっぱりやってみるのも、見るだけじゃなくて、うん、やってみてその新しいことにチャレンジするのもすごい、うん、楽しいと思うので、ぜひやってください。はい、発見もあるかもしれないですよね。はい、発見もあるかもしれない、うん、というわけで晴れてスミポンもポストイット芸人、はい、ポストイット芸人、芸人、はい、芸人ポストイット系 YouTuber YouTuber 始めました、はい、始めました皆さん、はい、はい、コメント、高評価お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。スミポン、ありがとう、ありがとうございました。グッジョブ、グッジョブ、See ya!